鎧に宿れ。遅れ、絶望の歌を。ごきげんよう。いてて。いてて。見事なお手前です。聖なる力よ、赤き鎧に宿れ。Thank you.
くれる。Thank you.
める。荒ぶる海の守護神、今こそ目を覚ませ！ユリー・ネプチューン！この程度か。地獄より来たれ、災いの友。朽ち果てろ、デモン・ファルチェ！いい式だな、楽に儲けられるよ。開幕のベルが鳴った。
隊長、バッチリ儲けさせてくれよ。その笑顔が一番お似合いだなあ、ロベリア。別にあのままでもよかったけどね。エリカにはドジな方が似合うか。待ってました、エリカ。行きます。私の部屋になるんですか。通勤時間ゼロですね。とか言って本当は一緒に暮らしてるとムラムラして困るからじゃないのか。
でも大神さん、顔が赤いですよ。シダのやつ、軽蔑する。バカ話はもういいだろ。部屋はすべて片付いたぞ。わーい！今日からここが私のお部屋なんですね。すいません。ルネ・レノでございます。はい。エリカさんに言い忘れたことがありましてございます。はいはい、言い忘れたこと。私はエリカさんに修道院を辞めてもらいたいと願い出ました。でも私も修道院のシスターたちもあなたを嫌ってではありません。むしろエリカさんの明るさと破天荒なデタラメさを愛していたのです。はい。神父様、ありがとうございます。エリカさん、いつでも教会に遊びに来るのですよ。みんな待っていますから。はいはい、いつでも遊びに行っちゃいます。さて、コーラン嬢ちゃんの作った特製レーダーの組み込みは完了したぜ。では、テストを始めて。よし、主電源、オン。蒸気噴出、確認。これで怪人たちの本拠地がわかるんだね。ああ、コーラン嬢ちゃんは天才だな。俺の思いもつかねえ蒸気の使い方をしてやがるぜ。レーダーの映像、メインモニターに入ります。思われます。ついに最終決戦だね。あんたたち、覚悟はできてるかい？我らパリ歌劇団、常に戦いの覚悟はできている。そうだろ、みんな？うん、もちろん。エリカも帰ってきてチームワークもバッチリだよ。工具も強化されましたし、戦闘訓練も十分に行いました。なんたってエリカにどえらい力があったからな。そうだろ、エリカ？はい、どーんと来いです。強く叩きすぎちゃいました。まったくもう、エリカは緊張感がないんだから。そうかい、なら
お偉いさんたちとの会議で突撃作戦の了承を得てくるよ。避難命令が発令され、パリは死んだ。敵はノートルダムにあり、タイムリミットは夜明けだよ。次回、桜大戦3、柵に囲まれし島、愛の御旗のもとに。あんたが自分で決めな。